はいどうも皆さんこんにちは、ゆうたです。そして目の前にあるボトルには国産のカブトムシの幼虫ちゃんが入っております。今日もね、このカブトムシの幼虫3匹のねマット交換していきながら喋っていこうと思うんですけど、今日はね炭素の話でございます。まあ炭素の話といってもね、急に結構深掘りしちゃうと結構難しいんでですね、今日は炭素と、まあ、基礎代謝、カロリー、呼吸についてねちょっと喋りながらマット交換していこうと思います。はい、じゃあまずね1匹目から交換していきましょう。今日もねいつも通り糞を取り除いてねふるいにかけてまた再利用するという感じで進んでいきましょう。で、今日使うマットはねピートモスマットで、僕が実験的にね半分ピートモスを入れたマットでございます。まあ、前回 25.3g かな、10月4日なんでもう2ヶ月前ですね、2ヶ月間ですね。で、今日はタイトルにある通りね、みんな息してますかという話でございます。まあ息してますかと言ってもね、まあ、YouTuber さんがちょっとなんかね事件起こして、まあ、炎上しちゃって、まあ、すごいみんなに責められてね、まあ仲間であるね周りの人たちが息してるなんてよく言いますけど、まあああいうことじゃなくてね、まあ、物理的な呼吸のことですね。まあこれは人間にもね昆虫にも言えることなんで、今日は喋っていきたいと思います。はい、じゃあ本日1匹目の子ですね。この子ね多分女の子ですね。はい、じゃあまずは体重測定と、前回が 25.3g でした。26.1。あ、26.0 かな。少し伸びてる程度ですね。まあ、この時期なんで、まあ、11月、10月、11月なんで、まあ、12月に入ったんで、まだこっからね、まだ2月ぐらいまでね、あんまり成長しないのかな、多分。まあ、でもメスなんでね、26g あれば十分という感じですね。皆さんね、呼吸したら何を吸って何を吐くかって多分習ったと思うんですよ。生き物はね、みんなね、酸素を吸って、まあ、二酸化炭素吐いてるわけですね。皆さんね、酸素吸うのに二酸化炭素吐いてるんですよ。ね。酸素を吸って二酸化炭素を吐くなんて言いますけど、酸素はね、まあありますよ。空気中にね、酸素はたくさんありますから、まあ酸素を吸うわけですけど、体の中からね、出てくるのは、ちょっとだけね、二酸化炭素の濃度が高くなって出てくるんですよね、呼吸すると。酸素っていうのはまあ O2 ですね。うん、O2。酸素がね、2つくっついた状態が安定します。O2 ですね。で、二酸化炭素は CO2 ですね。よくね、CO2 削減なんてね、テレビで言ってますけど、まあ地球温暖化のね、原因になると言われておる物質ですね。CO2。これが二酸化炭素でございます。で、O を吸ってるのにね、いつの間にかね、CO2 になって出てくるんですよ。人間の体、生き物の体は。もちろんこのカブトムシも一緒なんですけど、あれ?と思って。あれ?皆さん、その C ですよね、C。炭素がくっついてるんですけど、C ってどっから来たか知ってます?皆さん。この C っていうのはね、まあ、炭素なんですけどね。炭素はね、食べ物からみんな摂取してます。炭素をね、食べ物で摂取して、で、呼吸するときにね、その炭素をね、出してるんですよ、実は。じゃあ、頭の幅もね、しっかり測っていきます。女の子なんで、まあ、11.5 あれば、非常に大きいメスになると思います。はい。11.4 ですね、十分。はい、じゃあ、いってらっしゃい。人間はね、食べ物の中から、まあ、炭素をね、糖質として摂取します。で、その糖質を分解してエネルギーを作るわけですよ。で、このエネルギーを作った後に残るのが水だったり、二酸化炭素だったりするんですけど、それを呼吸でね、代謝してるんです。要は生き物はね、酸素を吸って、まあ、ブドウ糖とか糖質であるものをね、分解して、そこからエネルギーを取り出します。で、そのエネルギーを取り出した後の排泄物、CO2 だったり、水だったりっていうのを呼吸でね、出してるわけなんですよ。すなわちね、これ呼吸をしてるっていうのは基礎代謝をしてるってことなんですね。まあ、例えばみんなね、カロリーを制限してね、ダイエットしましょう、なんて言いますけど、実は、このカロリーはね、まさに炭素の量なんです。炭素の量が多ければ多いほど、蚊のカロリーは高くて、いっぱいね、動いて呼吸をたくさんしなければ、カロリーが消費できない。すなわち、体は痩せないんですよ。逆にね、太ろうと思ったら、やっぱ運動せずにね、呼吸を減らして、まあ寝てるような状態ですよ。寝てるとね、呼吸はすごい少ないんで、寝てたりすると呼吸は少ないんで、もう基礎代謝はね、低いという感じなんですよ。だから分解されずに体にね、糖質が残るわけです。そうすると、ブクブク太っていくわけですけど、摂取したエネルギー、糖質を、呼吸によってね、化学反応を起こして分解してるわけです。で、その分解するときにエネルギーを得て人間はね、生きてるわけなんですよ。まあこれはね、この幼虫ちゃんたちも一緒で、炭素を含むものをね、摂取して、口から摂取して、
呼吸をすることでエネルギーに変えて代謝してるわけです。まあこれはね、どんな生き物も一緒なんですけど、非常に大事な基礎代謝と呼ばれる部分で、結構ね、理科とかではね、多分小学校中学校の理科でははっきりここまで教えてくれないと思うんですよ。呼吸をすることでね、摂取した炭素を分解してエネルギーに変えて二酸化炭素にして吐き出すということなんですね。はい、じゃあ2匹目行きましょう。2匹目で 33g ありました。この子大きいですね。はい、じゃじゃん。本日2匹目。大きいですね。この子オスかな？あ、多分オス。多分オスです。ワンチャンメス？これ。体重はね、35.3 かな？まあ、もしオスだとしてもね、十分の大きさでございますね。はい、じゃあこの子もね、頭の幅測っていきましょう。この子ちょっとメスかオスか判断難しいですね。 V マークがあるようなないようなって感じですね。ちょうど12ミリかな。まあ多分オスだと思います。まあ12ミリあればね、かなり大きいオスがね期待できます。入ってらっしゃい。ということでね、呼吸っていうのはね、まあさっき言った通り、まあ炭素をね代謝する役割をね果たしてます。生き物はただただね、苦しいからっていう呼吸してますけどね。でもすごい実は重要なね、働きを持ってるんで、この呼吸っていうことをね、しっかり頭に入れておくと、まあ、このね、この先僕も、マットの話していくと思うんですけど、まあ、そこをね、どっか、頭の片隅に入れといてもらうと、まあ、マットの話がね、スムーズに、僕の言いたいことが伝わるんじゃないかと思ってね。今日はね、呼吸の話をしてみました。ブドウ糖とね、酸素を使って二酸化炭素と水に分けるんですよ。だから実はね、酸素を吸う量より二酸化炭素を吐く量が実は人間は少なかったりします。ブドウ糖代謝ではね、125ミリの酸素を吸って、100ミリリットルのね、二酸化炭素を吐き出します。残りの質量はね、水に変換されてます。あれですよね、実はさ、実は石油ファンヒーターとかでも湿度上がりますよね、実は。空気が温まってるから、まあ、湿度パーセンテージで言うと下がるんですけど、実はね、絶対的な水分の量はね、上がってたりします。これは燃焼する過程でね、分解される時に水が発生してるって証拠なんですよ。はい、今日は3匹目。この子はね、23.4 だったね。25あれば十分大きくなってるって感じかな。よいしょ。24.2。ちゃんと伸びてるね。でも 0.8 ですけど、ちゃんと伸びてます。だからダイエットでよくさ、やっぱダイエットするんだったら運動しなきゃいけないよねって言ってる人もさ、なんか同時にさ、やっぱ炭水化物控えようみたいな、炭水化物控えようみたいな、ご飯食べるのちょっとやめようみたいなこと言うんですけど、まあ、実はね、体の中の働きではほぼ一緒なんですよ。運動すれば体のね、炭素は排出され、二酸化炭素になって呼吸で排出されます。逆にね、炭素、まあ、炭水化物をね、取ることを制限すれば、まあ、入ってくる炭素の量もね、減るんで、まあ、結局ね、体の中の炭素の量はね、どちらも同じような感じになるんですよ。まあ、もちろん両方やる方がいいし、自分の体にね、合ってる方をね、きちんとすればいいとは思うんですけど。で、またね、タンパク質とか、まあ、脂質にもね、炭素は含まれます。まあ、ただこれに関してはね、カロリーに関しては、まあ、これが全部同じカロリーではないんですよ。1g あたりのカロリーは、この3大栄養素全部違うんで、炭素を含むのはね、炭水化物だけじゃなくて、もちろんタンパク質にもね、脂質にも炭水化物にも、これ全部ね、炭素が入ってますので。マットの勉強する上でね、炭素は炭水化物だと思い込んでると、ちょっと話がね、変わってくるんですよ、正直。まあ、だからこの C の量、これもね、非常に重要なんで、マットの添加剤とかね、まあそういう時の計算にも非常によく使うんでですね、炭素の量は。覚えておいてね、損はないかなと思います。前回ね、窒素食べてますかとか言ってね、タンパク質の話もしたんですけど、このね、炭素もめちゃくちゃ大事です。まあ、特にね、変温動物じゃなくて、高温動物、まあ、人間とか、体温がある生き物はね、本当カロリーとか炭水化物ってめちゃくちゃ大事なんですよ。もちろんね、爬虫類だったり昆虫だったり、変温動物でもね、もちろんたくさんのね、炭素を使ってエネルギーを代謝させます。もちろんね、体温がないって、体温が安定しないだけで、体温がないわけじゃないんですね。炭素とか酸素とかの、エネルギーを取り出してね、まあ、熱を作り出したり、いろんな酵素の働きを使って、まあ、いろんな栄養素をね、摂取したりしてるんで、昆虫もね、もちろん炭素めちゃくちゃ大事なんでね。
で特にねカブトムシの幼虫はこのマットしか食べないんですね。土しか食べないんで、まあ、この中にいかにね有用な炭素がどのぐらいあるかっていうのはめちゃくちゃ大事だと思うんですよ。よくねカブトムシクワガタ業界ではセルロースとかリグニンとかねいろいろ言われるんですけど、まあ、そういうことに関してもねまたこっから先ねしっかり勉強していきたいと思っておりますのでね、まあ、少しでもねみんなの飼育の、まあ、カブトムシクワガタを大きくしたりとか安全に羽化させたりとかする上で大事なことがね喋っていけたらいいなと思います。はい、じゃあ最後のこの子もね、この子多分メスですね。メスのこの子も頭の幅を測っていきましょう。この子も 11.4 でした。はい、じゃあ今日3匹目最後ですね。いってらっしゃい。ということでね、今日は呼吸の話でございました。まあ、呼吸というか炭素の話でございます。まあ、切ってはね、切れない関係にあるんで、まあ、どっかね、頭の隅に入れといてくれれば、マットの話をね、僕がするときに、まあ、わかりやすいんじゃないかと思ってね、今日は呼吸の話でした。で、さっきも言ったようにね、クワガタカブトムシでは、まあ、リグニンとかセルロース、ヘミセルロースっていう言葉をよく使われるし、それらの物質がね、非常に多分カブトムシの幼虫とか、まあ、クワガタの幼虫に対してはね、普通の生き物とは違ったね、効果があると思うので、まあ、その辺もね、しっかり勉強しながら、まあ、わかる範囲で、できる範囲でね、いろんなことやっていきたいと思います。でね、実はこれピートモスマットなんですけど、ピートモスってね、実はね、おがくずより、広葉樹のおがくずより、リグニン多いんですよ、実は。まあ、リグニンって多分直接はほぼほぼね、多分消化できないとは思うんですけど、リグニンがね、非常に多くて、まあ、だからね、安定してるんですね。だからなかなか腐らない炭素資材なんですよ。で、この先ね、まあ、添加剤も最近作り直してですね、ま、いろいろ計算し直して作り直したんですけど、またその話もできればいいし、禁止瓶の方もね、なんかいろいろ面白いことができたらなと思っておりますのでね、ぜひ気になる方はね、チャンネル登録していただけますとね、通知がバチッといきますのでね、よろしくお願いします。今日のね、マットの話、今日のね、呼吸の話ね、面白かったよとか、ためになったよって方、ぜひね、グッドボタン、よろしくお願いします。いや、いつもね、こういう話をするときにね、本当に伝わってるか僕不安なんですよ。やっぱりね、自分の頭ではなんとなく理解できてると思うんですけど、やっぱそれを言語化するのがなかなか難しくてですね。まあ、それを言語化することで僕の頭も整理される面があるのでですね、ちょっとわかりにくい部分があるかもしれないんですけど、まあ、興味の一つとしてね、呼吸っていうのは、まあ、今日は、呼吸っていうのはね、その炭素を吸収する上、エネルギーに変換する上で非常に重要なことだということをね、覚えておいていただけたらと思います。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。